20世紀最後の大型新人として1999年、ホワイトにてデビューしたアーティストシェラ。翌年11月、日本有線放送大賞新人賞。翌々年ファーストアルバム、カラーレスで、オリコン週間アルバムチャート第1位など活躍したが、2012年頃を境に、表舞台から姿を消した。ミステリアスな存在だった彼女は、現在、一児の母として奮闘中。この10年間、彼女は何を考え、何に悩み、どうやって生きてきたのか。その闇に突如灯った、ほのかな希望とは？へえ、へえ、へえ、で、浜田、雅俊さんから受けたツッコミは、本当に容赦なくて痛かったな、かっこ笑い。あと、ミュージックステーションでは緊張している私に、タモリさんが優しく声をかけてくれて、そう思い出を語るシェラ、水野美紀主演ドラマ、女子アナ。2001年富士系の主題歌、フィール、アニメ、ワンピース、富士系のエンディングテーマ、ガッツと太陽など数々のヒット作に恵まれ、輝かしい活躍を見せてきたが、その裏には、苦悩や葛藤があった。ある日、プロデューサーから電話がかかってきて、今日からお前は、シェラだと言われたんです。本名で活動したかったので、ひどく、言い合いになりましたね、かっこ笑い。ホワイトのレコーディングでも、もっとこうして欲しいと求められる部分が、自分にない引き出しに思えて、戸惑ったり。ですが、必死に食らいついて、できることが、少しずつ増えていって、シェラというアーティストの理想の形に近づいていけるように、一生懸命手探りで模索し続けていた感じでした。中でも、フィールは彼女を語る上で外せない楽曲だ。バラード曲イコールシェラが、私のイメージだったのですが、フィールは、バンドサウンド。ジャンルがかけ離れていて、自分が目指す、アーティスト像からも遠のいてしまいそうで、怖くなってしまって、悩んだ末に家族とも話し、歌をやめることまで考えました。でも、結果的に、これまでの、どの楽曲よりもファンの方の反応が良かったんです。それをきっかけに、自分が思う、自分らしさだけが評価されるわけじゃないこと、自分の可能性を勝手に決めつけていたことにも気づけました。